反対してたよ俺。違うよな。怖いわ。だってライン見えへんもん。まあね。結構ミッカあるね。でも楽しいんで一人で歩けって言われたら嫌なんだよな。嫌だな。ガイド灯がねえよな。ああ確かに。この辺高校生帰ってくると怖くね冬。だったら絶対嫌だな。うわあ、ここか。ここやったな。こっちだ。うわ虫が。何ここ。左方向です。左ねえし。目的地です。ナビは無情にも指示していくけど。うわなんか不気味。なんか変なもん立てねえ。怖っ。あ、ここか。あれこんな風に止まった、あれだったっけ。なかったぞこんなもん。もう道行けねえようになっとるやん。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、じいちゃんはんでした。今忘れるとこやったん。怖いよ、そこまで忘れたらいよいよ怖いよ。やべえな。さあ、むいくん、いよいよここはどこですか。周り真っ暗。真っ暗、何もない。カンボラ池。カンボラ池。寒いっていう字、に、カン、に、ホラドのホラ、洞窟の洞、に、池、で、カンボラ池。カンボラ池。で、ここの心霊、体験談なのかな。体験談。まあ口先読んだ。ごめん、多分男だと思う。こっちの例は口先男か。そんなに避けててほしいか。まあそのまあ今からねその池の方に行くんだけども、その池の水面から、ある姿の霊が現れるとの噂がある。どんな姿だと思いますか。逆さまになって出てくると足から出てくると。違う、衣装なんだ、衣装。その衣装出方は、まあ逆さまかもしらんけど多分普通に出てくると思うけど。水着。逆だなぁ。露出度的に言うと逆だなぁ。そんななんか、あ、レインコートを着てくる。ちょっと違うなぁ。もっとなんかアクティブな。現代になってる。そう、ランニングシャツを着てくるとか。水着やレインコートよりは近くなった。そういうなんかジャージスーツを着るとか。あタキシードとかよ。ライダースーツの姿の例が出る。は。ライダースーツの姿の例が現れるとの噂がある。なんでライダースーツなんや。じゃあ最近か。まあ江戸時代とかにお亡くなりになった方ではないよね。そういうなんか昔の。昭和でもないだろ。昭和の中間。ワンちゃん、ワンちゃん、それぐらいの時期にお亡くなりになってるか。ここで。ここでかは知らないけど。何しに来たんだよ。ライダースーツ着て。いや、まあその目撃したのが偶然ここに釣りに来ていた男性だったようだってあるから、釣りじゃない、この人、このライダースーツの例の方も元は、目的は釣りに。ライダースーツ着てきたのかな。バイクで来たんじゃない、釣りするのに。うん、バイク。うん。そうかな。釣り好きの方どうなんですかって。釣り好きの人ってライダースーツ着て釣りしますか。違う違う、移動のバイクの間ぐらいライダースーツ着とってもいいじゃない。脱ぐ。その後ライダースーツって意外と俺も着てたけど意外と脱ぎたくねえぞ。一回履きたらめんどくさい、着替えるのめんどくさいぞ。下手すれ俺だってパンツやったもん。うん、だからそのまあ着替えるのがめんどくさいからライダースーツの例としてもそのまま出ちゃってきた。気持ち悪いぞあれ、座ってあのまま汗ビタビタにかくのも。あれ走っとると確かにさ気持ちいいかもしんねえけど、うん、革だろ。まあそうね、基本革とかそういうやつよね、うん、夏だったら多分ウェットスーツ着て走り釣りするようなもんだろう。
レインコートとか近いな、なんか。レインコートだって真夏あれで釣りやっとっても多分熱中症になるぞ。熱中症で倒れたのかな。それでお亡くなりになって幽霊化したの。そう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 。ズボラやなぁ、なんか。着替えるの嫌だって言ってそのまま出てくるわ。熱中症で死んどるわで。だって、まあ、とりあえず、一回行ってみます。うん。行きましょう。ライタースーツ暑ないって聞きに行こう。うん。だって T シャツでも暑いぞ。向こうはもう体温ねえからな。まあ、あったら脱いでるよね。よし、じゃあ行きまーす。また後で。さあ、では皆さん、今から何池やった？カンボラ池。あ、カンボラ池。俺も一瞬忘れかけたわ。カンボラ池。まあ、まあ道路舗装されてる分だいぶ。いってつまずいちゃいます。嘘だろ？さあ、カンボラ池。なんか不気味だな、おい。ビビってる？ビビってる。これ俺、暗いとこ嫌いなんで。暗いよ、広いよ。怖い。広いよ、いいことじゃないかな。もう、池じゃん、これ。鏡の森。鏡の森。へぇー。これ池じゃん、もう。あ、ここ、これ池だぞ。あ、ここだな。さて、これわかんのか。全然わかんねえぞ。これ池だよな。そうね、ここだね。ライダースーツの例。ライダースーツ。ライダー変身。飛ぶとこまでやりなさいよ。めんどくさいな。これ撮る？いやー、どうなんだろうね、映像。結構もやがかかってるんだね。明るくないから何もわからないね。あー、やべえ。うん？極寒。寒ごろがすげえ今。なんかやばいのおる？ライダースーツ着てる？うん。ライダースーツは着てないけど、ライダースーツじゃないけど、あそこだか。だか。あそこにさ、白い木が立っとるあるやん、まっすぐにあれ。うん、わかるけど、動画では多分わからない。うん、ちょうどこの、ここら辺、この辺にね、あるんだ、木が。こっから直線だね。うん、そうですね。どっから行ってもある意味直線だよ。対角線上にあるね。霊感のきつい人だったら多分今すげえ、ほら見て、ほら鳥肌がすげえ、ほら毛がすげえやろ、ピンピン立っとるやろ。静電気かな。違うな。これはやばいぞ。でも普通の散歩道だよね。そうね、思った以上に奥に道続いてるね。何やろな、やべえぞ。やっぱしあそこが大きい。あそこまで来てるの、なんか。まあ。あ、でも外周ぐるりと行ける感じなのかな、これは。ここでカーブかかってるってことは。先導しない方がいいかい？オーブは映るね。
映るの映るさっきから虫とは違うでさ、あの透明っぽいやつ、うん、あの虫が真っ白に映るやん。うんうんうん。ああ、じゃあ一応、まあ心霊スポット、じゃあ心霊スポットなのか。あ、牛ガエルか。ビビるの俺だよ。えってなるじゃん、なんかいきなりあなたが止まったら。だって、ああ、よーし、こういった。行く？もうちょっと。まああなたは行けるというのなら違う。これが決めるの。あ、かい。じゃああなたがなんていうの、行けるって判断するんであれば行くよっていうあれだ。そのなんていうの。行けだから行けるよ。よし、もっと進もうか。なんか俺違いで怖さとか思うよりもあれでもめんどくせえ。じゃあ俺はさ、ハサマ不動尊の時にさ、あなたがもう行かないって言ったところにさ、無理やり進んでさ、ひどい目に遭ってるじゃん。これ何？あ、部長落とすなよ。わーん、牛ガエル。ああ、今のが牛ガエルか。そう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 。え、牛ガエルってこんな声で鳴くの？実物見たことあるけど、泣いたの見たこと、聞いたことなかったわ。都会やな。これ反対側のあれまで行けるのか。あ、もう鎖になってる。左側に行けるようなルートはない。ある。わーお。あ、ないわ。ここで行き止まりになってる。あ、ある。めんどくせえ。うん、2キロ。いや、だからあの要は白い木があるところまでは行くのか。うん、心折れとる。あら、まあ。これは確かにビビるな。うん。ああ、虫がひどい。帰ろう帰ろう。むしろい。ライダースーツの霊はいましたか？いや、ライダースーツでしょ。うん、変身。ライダースーツ着てたっけ。もうあのなんだろうな、この牛ガエルのこのなんかピアノを引きずった時のような音。ピアノ引きずった時はこんな音するか。なんか重たいもんなんかそのまま引きずったらこんな音するじゃん。なんか炭酸飲料のあとギップでしとるみたいな。なんかあーって言わんかった。牛じゃないの？違う、もっと高い声やった。今多分入っとるとこ。ライダースーツ探さないで。ライダースーツ池の方見なきゃ。暗すぎて何も見えねえんだマジで。本当に釣りに来たって見えたんかな、この暗さ。っていうか釣りに来たっていう時点で起きるなのではっていう可能性があるけど、ただのツーリングじゃねえのか。それでなんていうの、水面の上にライダースーツの人が立ってるっていうのはさ、ウィンドサーフィン。なぜライダースーツを着ながらやった、イエーってバイクやん、水上バイク。だったらなんでその釣り主さんはあれだ、そのライダー、あの水上スキーのその機械が見えてないのか。水上バイクの機械が、水上バイクで下に沈んどったとか。それはそれで事件じゃね。すごいな。手映らんぞ、もうこんなん。くそ。マスクするから意味ね、今の。おい。なんで吹いたんやと思ったけど。そうだよ。絶対いいね。風一つも虫にいかんかったのに、今手に乗った虫に。アホやな。確かに言えるな。マスクしてるのに注意してもいいねよな。いや、とっさの行動って出るもんすな、やっぱり。これ虫かな。虫っぺーよな。
おもうここか。うん、うん、ライダースーツが出そうやな。やっぱしここなんだよな、サムモロが出るの、鳥肌が。おお、このなんか見晴らしいいところ。そうそう、さっきよりなんか明るくなった。目が慣れただけかな。うん、虫がひどい、撤退じゃ。もう嫌だ。あんた虫嫌いだね。俺も嫌いだよ。さあ、今、カンボラ池。カンボラ池にを、まあ半周もしてないけど、まあ3分の1は来てみたんですけど。冬場に来ようか、ここ。虫が多い。うん。とにかく多い。多い。うん、これ虫除けスプレーでも意味ないぞ。まあでもまあ、散歩道にはちょうどいい。夜一遍肝試しに行ってみてください。うん、肝試しにしてはハードル高いな、真っ暗だもん。本当にね、優れたライト持ってこないと多分無理ですね。スマホで来たら大間違いですね。そうだね、スマホはダメだね、うん、何も見えないと思う。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。虫多いね。もう虫、虫しか言ってねえな。ね、本当に。おカンボラ池に来るときは本当にあの虫除けとライトはいいやつを使わないと無理みたいです。私たちみたいに貧乏人みたいなライトじゃダメですね。バカ野郎、このヘッドライト1000円もしてんだぞって。もう車の中に虫が入ってきちゃってるんです。ああ、本当だ。いや、まあでは、皆さん本当に楽しくない映像になったかもしれないんですけどね。まあ来たい人は一回来てみてください。夏休みのこのお盆でもいいですから。画面の9割は黒だろうな、きっと。黒もうない、それしかないわ、これは。うん、でもなんていうの、肩透かしではなかったね。そんなそんなめちゃくちゃ肩透かしでもない。あなた的にも、うん、結構ね、霊気っていうか霊感のある方だったら多分気づくと思います、意外と。うん、この辺も勉強だな。これはい、はい。そんなオーブ取れた。いや知らない。いや帰る気満々だけど、さよならも何も言ってないよ。あ、皆さん撤退したいです。はい、というわけでさよなら。さよなら。明るいとこ行こう。